車が通るべっちょ。オスがメスを追いかけちゃね。ハチになって追いかけちゃべ。もう夢中になってから右も左も浮かばれし、ガンとかどんとかしゅうちゃ。それはそれでいいだろ。何でいいだ。これで車に引かれちゃ。あなた変更の運命だ。人生はどうすんだ。猫の人生は。待ってください。こうなんです。姉はいつもこうなんです。それ言わなきゃやってるんだ。これを見て。
黙ってろ。そうだよ、お前ちょっと捨てやるよ。分かった、黙ってろ。
お前って。あれから大股に、それで8年お勤めしております。私のためにそんな名前を持ってきてたんですか。ちょっと待ってください。あなたの言ってることを聞いたと、僕は突然一緒にあの家に入ってますね。かわいがれ、ごめんなさい。貧しい家庭でしたけど。クラスの人にも。絵の先生なんかにも。音楽の先生なんかダメだったんでしょう。当たってます。それで私のことを思い出してくれた。あんたらこうじーっと見てたと言ったでしょ。そんなことばかり
たに養子取りの目を向けたに違いない。一人で上がります。ねえ、それらしい噂っぽで聞いたわ。きっとその人、フレコンからこのように帰ってきたに違いないの。だから、いつか跡継ぎを掛け合わせてジャスミン、海に干したかもしれないわジャスミンって、ここに作ればいいんじゃない。サチコ、そんなものに義理を果たすことなくてさ。すいません、ちょっとサチコ。姉さん、あの人。
ない長崎の六十番一見土屋の構えだし中ではこんな女を探しそしていつまでもあんたの眼下に寝そべっているゆっくり行きましょう私にはあんたが必要なんだからあそこの改札口をこういうけど目がカツカツいたしましたするとどうかそこを通り抜けるには両親と同じ数の人しかも養親と以上のものをかけてこいと言いましたその時改札口の向こうは風のうなるしけど私はやっぱそこを通り抜けるこの都にいることを思い出したんですそれじゃあ辻さんもう一度Give me! Sorry, Carl.
前のノーパンキッズだ。乙女の塔にいる。入れますよ。100円ちょうだい。キャットです。キャットです。キャットです。
見れば見るほど似てますね。ハッチってところよろいのアリになって猫の前にあの子ね、あの子ばかりしてること言わんの。でもね、この間うちの猫なんか元気ないなと思ったたまに指で蹴ってたんですよ。俺が俺と何の先になれた。そういうんです、そのまま考えちゃってか。そっくりこんなに駆けつけだったら下がったわ。こう覚えなさい。はい、この人すごい痛いんだけど。はい、大きいです。アリコの場は肩がりある。あの池から逃げた一匹だけ置き忘れられた猫がい、それが一部始終を見てみながら最後に誰を見たか。回る回る赤い木が、その時から猫はそこを走った。するとその体に猫の国がいるだけ、こうして行った大事になった。猫の国はどこにあるんだ。君は知らぬと宝屋の向こうに教会ができたのか。宝屋の向こうに教会ができたら、その向こうに神さんで立っていたい。あれが親切にするんですよ。いや、ありがとう。Thank you.
からそこだって雨が降ってなかったじゃないですか。どう考えてるよ。どうか。大したことないね。大したことないのか。あんなんだったら私の方がすごいだろうな。あんなの見たったらよ、これらの団体で同じのと言ってたもん、同じだよ。うわぁ、召したいとのも店と言われました。長崎県大村の六人丸、徴用でかき集められた向こうの女、ことに寝顔の美しい女がいるんだ。皆そうして店に勤めていました。中には7日も寝たきり、ひっくり返すとあたりに銀杯が群がっていたと聞いています。何もいない、寝そべってそうしているのが一番気休めになるという客のため、女たちはいつもそうして寝そべって客を迎えました。その中こんな女がいましたね。腕が引いて、願いを通す。銀台起きて、代わりに俺が寝てやろうっていうの。とんでもないとそのまま動く。あんたは好きなように後ろで、いつまでも爪を切っていました。代わりに寝ようとしたその一言のため、母はその爪を背負っていつまでも思っていたんです。起きなさい。今はそれはなくて。それじゃ何があるんですか。言って。何を。私が買ってきた
って話して、こういうところにいたんですよ。こういうところにいるとすべすべしてますね。ご気分になんか生えますかね。何が言いたいんだ、知り合い。違う、長です。うわ、おのくとりでか。海に囲まれた京都島に、長崎県大村空港があります。人呼んで。大村収容所。Thank you.
くのあわら罪の底がどんなに少ないか口から多くの思いっきり詰めそこを上等な女に犯されていい気持ちになるくらいにそいつを元気元気締め上がってまだよまだ目はこっちを向いて何もかも見えないくらいにそうもっともう少しよ
激しく生きようと思って。
ここ、ここ、ここ、すごく。いや、待てよ。あら、おお、大阪府のビテルコツ。
たら私どこに夢を行く、スケベね、余計不満なのよ、だったそこで行ったということで、あなた本当に行ったんですか。行ったんでしょ。起きたら彼が落ちまったんです。これあんま信じないから。いや、こんなことしない。この間上野動物園縄張り合わせると3回千円箇所振り向いた。ヘバね、足を折った目を。何も足を。そら、将来の自分を見つけたんじゃないでしょう。私の姿、こういうさ、こういうサンダルを弟のようになってますから、こういうサンダルが弟の夢に入っていける。富山の犯人が悪いって言うな。ゆりさん、このことこれは今国においてあの夢の地に沈めたその女の人、これを階段にしろってか、お父さんはかばたの場所に持って女の夢になさいました。ゆりさん、教えちゃない。あの女が今かぼちゃの場所が何を見てるか。かぼちゃの場所か、わけが不敬ことだ。30年くらいかかる。石原と辻がしっくりくるよ。
ってどんな人生ですか。踏み込まれないようにどこかでひっそり暮らしてるの。間違ってたんだ。あんたはそれに耐えられるかどうか。僕がその30年ですか。姿をつらまつ能力があるの。ちょっと待ってください。わしは己というわし、己この字事故、己自身。昔フランスに己主婦だって言って遅くないってね。わしがどうしてフランスの事情を知ってるんだ。教訓として。それでその己なんとかがどうしたんですか。壁になって逃げようとしたんだよ。己ですよね。しかし彼は靴だけは持ってて、それでパリ警察に捕まっちゃったんだ。だからそれを教訓にして、私とあんたがいかにして壁の中を隠れる技術を見つける。その己は鳥ですか、人間ですか。祈願状の大わし人間。わしは人間だったんですか。あんたに奴はきっと頼りになる。ジャスミンの花を封筒翼の形にきっと踏んだ。たとえ私と名前を書いてたけど、それは私だと思ってくれて別れてきたんだ。もう何ヶ月も経ったことだし、それで心配したあの祈願状を越えてきたんだ。するとわしはあなたの体を潰りかけ、砦の遥か彼方上空に駆け上がったんじゃない。ただ下からあなたのお尻を押しただけだったんですが。ゆりやさまが岩窟を呼ばしたんですか。モンテクリストの読み出世すりゃいいんだけど。いや、おのれでいいです。じゃあおのれと呼んで薬を打つだけで。待て待て、準備できたらお尻を受けっか。つまり石の花、東シナ海の夕日を浴びて眼下に見下ろしたのではなく、祈願状にうごめく人々のささやかな思いだったんですね。やってくれね、あんた。心から教えを受けます。そしたら何十年も隠れていられ、そしていつかこの都に突っ込んだ。さっきの祈願所を越えるとき足を入れてる。すぐに濡れましても壁に打ち込まれた石の花が、お前が来たら寂しすぎるってんでわざと肉を置いてきたって言っとった。行き届いてますね、気持ちが。よかった、受けましょう、その教え。ただその前、僕の方からも揚げ物がしとったんです。なんだ。池に飛び込んだとき、そこに繋がる運河でこんなものを見つけたんです。食べてんな。忘れ地の品だと思うんです。少年王子が父に残してもらったような。少年に王子がいるのか。僕はいつかそういうもんでもあったんですよ。その少年王子が少女王子の私にこんなものをくれるのか。ご主人よ、抜けて。これが訓練。次には
ものすごいのがありますこの人ならぬキャラや。でも順々に鳴らしていかないと。いやいや、もう一発でいいよと。ねえ、あんた一発で歩いてやる。石原さん、私はあなたがやらないと思いました。いや、なっちゃう。次はダメです。石原さん、その人さっき話を聞かなかった。あなたの前に症状を切りつけに進もう。最後にこのものすごいのって決めたので、ディーラーの前で恥をかかせるつもりにいました。はあ、しかし、あなたなら一発でいけ。いや、無理でしょう。無理でもさ、あたしとあんたが逃げるつもり。もしもあんなもんがあったら。障子から入らせてください。それだ、この障子の向こうもそうやって思いな。おそらく、結果はこうなります。
しいよ。病院前の熊と安くするから負けとくって、これはあんたのですかって、私が問題だから、彼らちょっとついてた。いや、俺だけにしてくれ。いや、ついさって言ってるわけなんです。いいさ、ちょっと校長見てください。校長は何やられてるの。もう見て、見たものが見て、お父さんもっと捨ててください。Thank you.
時もことが取り合わせ、真珠は攻撃の参謀でもある。戦後はベトナム戦争を勝利に導いたその男は善として行方は分かるが、you
うんと優しければいいことだ。そしたらケチャップになってシャワーのうち
でも私の方が先よ。私は早歌し、あの人はきっと長いの経ったろうか。私の方は先で、あなたと一緒にベランダで一杯行こうぜ。焼酎の乱漫だってそんなしけたのは嫌だ。ここはやっぱりいろいろふっとしたんだから、だるまぐらい買ってきてくれなくて。焼酎の方が、焼酎の方がいいね。貧乏症にあったら買い物にも付き合う。あれがあったら、あのコートをかぶって。だから来て、くるくるっと、私がさっきやったみたいに、くるくるっと。くるくるっとですね。くるくるっと、行きますよ。Yeah.